マリア・アリー・ツェ・エマヌエレ・アグネス・アンナ・フォン・エス・ター・ライヒは、オーストリア皇帝家の分家の一つ、テシェン公爵家の皇女。テシェン公爵家の当主、フリードリヒ大公とその妻で、黒い公爵家出身のイザベラ大公妃の間の、やめとして生まれた。第一次世界大戦後、家族と共に、ハンガリーの所領・ウンダリッシュ・アルテンブルクに移住。1920年5月8日に、ルルンで、 フリードリヒ・ハインリヒ・バルトボット・フォン・バッセンハイム、男爵と結婚した。夫は、バルトボット・フォン・バッセンハイム家のハンガリー分家出身で、今家は、トルチバのシルマイ城に強を構えていた。夫妻の間には6人の子が生まれた。夫妻は、第二次世界大戦末期までハンガリーで、王子主として生活していたが、戦後は、所領が国有化されたため出国した。長女、 マリア・インマクラータは1947年、ベルギー王妃、エリザベートのオイ・ハンス・ヘリベルト2、テイリンクイコール・イッテンバッハ伯爵に嫁いだ。1955年に死去した弟アルブレヒト、大公の遺言により、マリア・アリン・イッツェの次男パウル・バルト・ボット・フォン・バッセンハイム、男爵が、テシェン公爵下の夏の館だったオーストリア、ブルゲンラント州のハルプツルン城を相続した。2008年に、 パウルが子供のないまま死ぬと、この城の所有者は、マリア・リーツェの三女・ステファニーの息子マークス2、ケーニフィスエック・アウレンドルフ伯爵となった。ハンスファイト2・テイリンクイコール・イエッテンバッハ伯爵の、次男。トドスナクリクト、ホンポール・バルデビット、バジンハイム・アウフ・ブルゲンラント、オーフ・アット。ありがとうございます。